地方競馬の商品であるレース体系、特に GI、10分や重賞レース等の番組編成について議論するスレです。番組編成には、2、交流重賞なり地元の重賞ならばともかく、地方じゃ漠然としすぎだろ。裏は競馬ならば C2 以上の1300メートルを組めとかそんなことかいね。どうすれば北関東は潰れなかったか。JB 水、浦和と紋別での開催は無理なの。紋別は収容が500人らしいから無理じゃないかな。浦和はなぜやらないかわからない。浦和は 1400.1500 以外のフルゲートが11頭なのが問題なのでは。地方の今の出走登録システムだとほとんど全レース同じ距離になってしまう。1300と1400しかやれないのに番組議論をしても仕方ないね。条件戦でも2400とかやればいいのに。コーチ旧長距離手当とかでない限りほとんどの馬出たがらないよ。手当なくても出てくるの武蔵坊くらいしか思いつかない。高知競馬は夏は全レース1300とか普通にやるからな。他のレースと距離変わらないのに何が黒潮スプリンターズカップなのか。下級レースで1フルゲート11頭と12頭とではあんまり変わらんのじゃね。高知で長距離やれって言ってるけど実情無視した人へなる要望じゃん。難関みたいに賞金の高いところならともかく、馬の絶対数、賞金がギリギリの競馬場に。6今年みたいに平日開催なら激コミってことにはならないんじゃね。東京に最優秀牝馬を交流にし、千葉へはあと帝王賞を大賞典同様国際レースに。潰れそうな競馬場で JBC やってやれよ。難関は当分安泰だろうに。15王位を左回りに変えたら OK。 基本的にいい競馬場コースだと思うので、せっかくだから左回りにしたら中黒。16同冠ぜひ姫路で。16 JBC なんて儲からんだろ。とどめさしたらどうすんだよ。15数年後にはそうなりそう。東京に最優秀牝馬は2年経過して G2 かな。ゼロも国際になってほしい。交流でのダートのステイヤーの活躍の場がダイオライト記念と名古屋グランプリしかないのが悲しい。川崎の 2100m は除いてってことで。JBC はまともなコースの多いと盛岡の交互開催が良い。多いと盛岡だったらマイルやマラソンも作れるし、盛岡だったらターフもできる。浦和もサーシーでも B でも1900とか2000使えよ。あと川崎マイル以上が2000になっちゃうからって条件戦でも2000使えよ。浦和なんてほ金沢三連1A4 -8.10-0 誤爆した。ボアン馬も荒れればいいのに。 JRA のように一つにまとまった方がいいんじゃないのかな。このままバラバラに独自開催してると今に全滅するぞ。ステイヤーにはいかめしい時代よの。4上が潰す気満々だったから土台無理かと。番組じゃないけど大井と川崎は通年ナイターでいいんじゃないの。32コーチは来場客を無視したからやれるんであって、無視しない大井川崎でナイターはきついよ。特に1、2月。